社民党の福島党首から有権者に対するメッセージをいただいています VTR でご覧ください頑固に平和、暮らしが一番、税金は暮らしにそれを社民党は訴えていきます今度の衆議院選挙は自民党政治を終わらせる歴史的な選挙です新しい政治をあなたと作りたい、そう思っていますまず政治と金の問題です 自民党は毎年毎年経団連から24億円企業献金を受けています。正式パーティーで多額の利益を上げる大企業のためと自民党のためだけに政治をやっています。生活が苦しいですよね年金は少し実質賃金は下がり続けていますでもこれに対してバキッと切れたところで政治をやっている。 だから社民党は企業団体献金の禁止と、それから正式パーティーを禁止する、そのことをやっていきます。税金の取り方を変えます。社民党は3年間消費税ゼロ、この3年間600兆円に膨れ上がった企業の内部留保に課税をします。30年間企業人… 法人税は7回下がりましたその分消費税10%が穴埋めをしています公平な税制実現していきましょうよ大富裕層や大企業には大分の負担をしてもらいますこれが社民党の政策ですそして防衛予算軍事予算が部員8兆5000億円もうじき10兆円ですこのために 医療介護福祉年金これが圧迫をされています介護保険訪問介護の報酬これを減額は政府はやりましたそのために今事業所が倒産をしていっています介護で働く人たちの労働条件も悪くどんどん辞めていっている崖っぷちの介護保険社民党はこの介護保険の立て直しをやっていきます 教育予算も圧迫されています。防衛予算の半分なんですね。給食の無償化4200億円でさらにやればできます。そして大学の授業料どんどん値上がっている。これをまさに下げていく。半額にしていく。そのことを社民党はしっかりやっていきます。そして頑固に平和です。自民党はまさに 戦争しないと決めた憲法九条を変えようとしています沖縄南西諸島における自衛隊配備とミサイル計画戦争の準備をどんどん進めています戦争ではなく平和外交こそ社民党はやっていきます国会の中に憲法を守り生かす社民党の議席が必要です議席を増やしたいどうかどうか社民党心から議席を増やすために頑張ります